皆さんこんにちは、手作り石鹸サボンデシエスタの月柴彩子です。2月17日、今日もインスタライブを開催していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日なんですけど、今日の、ね、インスタライブはちょっとスペシャルゲストをお招きして、またライブをやっていきたいなと思うんですが、今サボンデシエスタではこちら、来年次の4月から始まる、シエスタの定期便という、あの1年間通してあのシエスタのアイテムをお届けする、コースの方を2月の28日まで、お申し込みの方をさせていただいています。で、今回今日のライブでは実際にね、こちらをお申し込みくださったお客様をゲストに、ちょっと対談をして、実際ね、何で申し込んでくださったのかとか、実はその前もあの過去のコースも申し込んでくださっているので、申し込んでいただいてどうだったかとか、ちょっとそういうことをね、お話をね、聞いていきたいと思っています。で、あのまず最初にお呼びする前に、定期便について、もう一回ねコースの方をご紹介をしたいと思っています。次の4月から始まる定期便ですが、コース2つご用意をさせていただいています。1つが毎月1回、必ずお届けをするコースなんですけれども、私たちあの毎月、季節のお肌に合わせたあの限定石鹸を作りをさせていただいているんですけれども、そちらのね限定石鹸を、月に1回お届けをする、月1定期便の回、それからもう一つがあの大人のね素肌のスキンケアに特化した、大人素肌便といって、4月から新しく始まるコースなんですが、こちらは2ヶ月に1回、化粧水とか、それから美容オイル、それと、定番の石鹸の中からあのその時の季節に合わせた石鹸、それから、スキンクリームだったりリップクリームだったり、あのその時に必要な保湿アイテムを、2ヶ月に1回お届けするコース、その2種類を、今回はご用意をさせていただきました。で、どちらも2月の28日まで、お申し込みの方をしているんですけれども、すでにねあのお申し込みくださった方もたくさんいらして、本当にありがとうございます。で、今日は、こちらをね、お申し込みくださった、ゲストの方をお招きして、ライブをしていきたいんですが、ゲストでいらしてくださるのが、あの皆さんこれ見覚えありませんか？はい、去年の9月にお店であの千葉フェスというあの千葉の作家さんをお招きしたあのイベントを開催させていただいたんですけど、その時にこういうガラスの鏡餅とか、あと本当大人気だったのがこのね子供花瓶、あのちょっとこう野の草とかをねこうあのいけるとすごく可愛いあのこういう花瓶があるんですけど、こちらを、作ってくださった千葉県にガラス工房を、構えられているプラットピノの、松野美香さんを、ゲストに、今日はお招きをしたいなと思っています。で、美香さんとはねあの作家さんとしてもお付き合いがあるんですけれども、本当にねお客様としてもあの普通に本当オンラインショップでポチってこう買い物をしてくださるんですが、あの過去にまだ頒布会っていう名前だった時から、3回申し込んでくださっていて、で来期はこのね大人素肌便をねすでにねもうお申し込みをねくださっているんです。なのであの過去 の, あのお話だったり、それから次 の, あの定期便、お申し込みくださった理由とか、楽しみにしてくださっている理由を、今日はお話をお聞きしていきたいなと思っていますので、ぜひあのまた迷われている方とかがねいらしたら参考に聞いていただけたらと思います。おはようございます。ありがとうございます。はい、今日は、はい、あのね、あのガラス の, せあの作品を作る、ね、合間に、ね、お時間をいただいて、ね、ありがとうございます。はい、改めて皆さんあのご紹介をしたいと思います。ガラス作家のこういう、ね、ガラスの作品を作っていらっしゃる、プラットピノの松野美香さんになります。よろしくお願いします。じゃあそしたら美香さんの今日ね定期便のこととかお伺いしていきたいなと思うんですが、ハートがいっぱいついてますよ。ありがとうございます。
はい、定期便のこととかお話ししていきたいなと思うんですが、はい、まず最初にちょっと美香さん、ご紹介の方、自己紹介お願いしてもよろしいですか。はい、はいはい、ピノの松野と申します。はい、まずは9月 の, 千葉フェスの際にはお買い求めたくさんいただきました。うん、ありがとうございました。この場を借りてお礼を申し上げます。はい、はい、私は千葉の九十九里海岸の近くに工房を構えまして、夫婦で作品作りをしています。普段使いの使いやすい食器だったり、日常気軽にガラスを楽しんでいただけるような花器とか、はい、シンプルなオブジェとかインテリアなども制作しています。はい、今回いつもお世話になっているシエスタさんにお話をいただいて、はい、何かお力になれればいいなと思って参加させていただきました。はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。美香さんにね、今回ゲストでね参加してもらえませんかって聞いたら、本当心よくね参加をね引き受けてくださってありがとうございます。ぜひ今日はねちょっとなんか美香さんとね会うのも9月以来なので、そうです、ちょっとね、はい、お顔も見れて嬉しいですし、ちょっとおしゃべりする感じでね、はい、ワイワイとねできたらと思っています。はい、で美香さんね、普段からこうシエスタのねアイテムをご愛用くださっているじゃないですか。で実はね、私なんか本当に仲のいいお友達とか、それから家族とかも使ってくれてるんですけど、に感想を聞くと、結構みんなストレートにいろいろ意見をくれるので、結構ドキドキして、あんまりね、聞いたことがなくて、なので今日、なんか緊張しません？身内の方に自分の作品のこととか聞くのって。そうか。聞いたことないかも。そうですね、はい、そうなんです。なので今日はちょっとドキドキしつつ、でもすごく楽しみに今日は時間を待っていたので、よろしくお願いします。はい、で美香さんと私たちのシエスタの出会いっていうのが、本当に共通のね友人がいて、もう5年ぐらい前にお正月帰省をした時に、ね、突然ね、はい、もうしかも夕方の5時ぐらいに突然お家に、はい、工房にお邪魔して、はい、でそれでお会いしたのが初めてになるんですけれども、すごくね美香さん今九十九里のところに工房があるってお話をしてらっしゃったんですけど、とっても本当海沿いに素敵なお家と工房があるんですね。でそこで吹きガラスの体験とかさせていただいたのが最初の出会いなんですけど、はい、そしたらその後ちょうどその時もこの定期便の募集をしていて、札幌に戻ったらすぐ美香さんがご注文くださって、すごいびっくりしたんですね。でその時は月1 の, 限定石鹸をお届けするコースを美香さんお申し込みくださったんですけど、なんかお申し込みくださったきっかけとかってあったりとかされますか？もともと私も娘も肌が弱くて、うん、普段からそういう使うものを気を使ってたんですけど、あやこさんにそうお話をこう自分が肌が弱くて作られたキットとかを伺って、うん、すごい興味も湧いて、はい、使ってみたいなと思って、はい、申し込んだのを覚えてます、はい、ありがとうございます嬉しいです。で毎月ね、新しい石鹸が、その1回目の時は限定石鹸のコースだったので、はい、石鹸がこう届くじゃないですか。なんかどんな感じでこう受け取る感じなんですか、お客様としては。いや、もう肌に安心するだけではなく、うん、こうかその季節香りも楽しめたりとか、うん、パッケージもいつもすごい可愛いじゃないですか、はい、そういうの毎月ね楽しみに、開けるのがこうワクワク楽しみにしながら受け取ってました。うん、なかなか自分で季節のものをいつも選ぶのって大変だと思うんですけど、うん、それを、ね、選んでいただいて送っていただくので、はい、すごい豊かな気持ちで毎月受け取ってました。はい、ありがとうございます嬉しいです。で本当にやっぱりなんかこう石
見で顔を洗うものなんですけど、さっきの美香さんがこう気軽にねお花をね生けるのと同じように、なんか顔を洗う時にも季節をね感じてもらえたら嬉しいなと思って、あの月一の定期便、毎月の限定石鹸を作っているので、なんか季節を感じていただけたって伺えてすごい嬉しい、はい、ありがとうございます。でそれで1年まずその、定期便のコースを限定石鹸のコースを申し込みくださって、はい、でその後あの今回 の, あのこのね大人素肌瓶 の, あの原点にもなる、あの私たちやっぱり限定石鹸も作るんですけど、定番石鹸もあのすごいねやっぱこだわりを持って作っているので、定番石鹸を皆さんにもう少しお伝えしたいなと思って、定番石鹸のコースをお作りして、そちらをに2回目、2年続けてね、お申し込みね、はい、くださって、はい、それもなんか今度、定期限定から、なんかこう、定番の方を使ってくださったのって、なんかこう、理由がありますか？やっぱりこう、毎月こう、使ってみて、うん、合う合わないとか、うん、あの子供もちょっと肌弱いので、その中で、うん、あこれはいいなとか思ったので、はい、それで、その、なんだろう、いつも定番のもので、何かこう、うんものが選べたらなとか合うものが得られたらいいなと思って、はい、あのちょっとこちらに1回やってみようと思ってやりましたね、はいはいはい、ありがとうございます。ちなみに定番の石鹸で美香さん好きな石鹸ってあるありますか？ヤギ の, あの子供が肌が弱い子が好きなのであと、あともう一人の娘があのすごく夏場にブツブツが出てしまった時に、うん、あずきが、うん、ですごい綺麗になったので、それもすごい気に入ってます。はい、よかったです。そう、小豆のね石鹸はね、ちょっと思春期の子のねニキビとかにもすごいいいのに、本当にあっという間に、うん。あ、綺麗になりました。はい、本当ですか。良かったです、はい、ね。ヤギのミルクの石鹸も赤ちゃんから本当アトピーの方とかも使ってくださっているので、あ、やっぱりそうなんだ、ね、顔だけじゃなくてね、ぜひ体もね洗うと。あ、ありがとうございます。今、はい、あのシーゲットさんがヤギいいですよねってコメントの方をくださいました。ありがとうございます。ね、でそしてまあ、今年というか4月からなんですけど、ちょっとね私たちの中でも結構挑戦のコースで、このね化粧水すごくうちで人気があるんですね。でやっぱり通年通して使いたいっていう方がとっても多かったんです。なので、来期は化粧水とあと定番の美香さんも今ヤギのミルクとか小豆の石鹸とかお話もしてくださったんですが、定番の石鹸も入ったコースをちょっとご用意をさせていただいて、まさか美香さんがこれを申し込みくださると思わなくて、オンラインショップのスタッフがプラントピノさんが申し込みをしてくださっているって言ってびっくりしたんですけど、今回ねこっちをねお申し込みくださったきっかけとかね、楽しみにしてくださってることがあったらね教えていただいてもいいですか？まずそのロズウォーターを使ってみたかったっていうのを、うんでまあ、1年こう使えるっていうのがあったので、うん、そのモリンガオイルとの組み合わせ、そのシンプルなのスキンケアを、はい、試してみたいなと思ったんですね、はいはい、でなんだろう、娘もこう年頃になってこういういろいろなものを興味持ち始めてるんですけど、うん、こうできればねシンプルなもので自分に合うものを見つけていってもらいたいと思って、うん、一緒にぜひ使っていけたらいいかなと思って頼んでます。 ありがとうございます。はい、あれ今お嬢さんおいくつになったんでしたっけ？もう15、今度高校生なので、ね、そしたらね、はい、いろいろね今ねちょっと美容のこととか興味出てきてますもんね。変なものもう、ま、下の子の方がねちょっと混ぜてるのであれですけど、うん、いろいろ買って買ってっていうものやっぱり心配なものが多くって、うんうん、裏見るとね、うん、はい、ぜひ本当シエスタのは本当に、はい、ローズウォーターとグリセリンとあと、ラズベリーシードエキスしか入っていないのですごく、ね、安心して使っていただけるのとめちゃめちゃ香りがいいんですよ。で
なんかうちの子も最近ちょっとね、おませにね、なってきていて、りっちゃん、そう、あの、お風呂上がりに化粧水つけるんですけど、すんごいいい匂いをこう漂わせながらお風呂から上がってくるので、はい、そうなんです。なので、ぜひね、あの、ご家族みんなでね、ローズの香りとか石鹸とかね、はい、あの、使うの楽しんでもらえたらなって思っています。はい。ありがとうございます、はい、ぜひお届け4月からね楽しみにしていてください、はい、心を込めてスタッフみんなでお届けの方させていただきます、はい、であとねあの今あの来年、来期4月からの、 あのちょっとコースのお話をしたんですけどあの今年今あの皆さんにお届けしているのが月1定期便と大人のお楽しみ便っていうコースをあのお届けをしていてで大人のお楽しみ便は、3ヶ月に1回あの特別な石鹸とかオイルとか、クリームとかお届けして一番最後はちょっとね和のすごい美香さんいい香りに出来上がったんですが和の香りのルームフレグランスを、作ってお届けを3月にすることになっているんですがそのねルームフレグランスの瓶を実はあのフレグランスポットというタイトルで、はい、プラットピノさんが実は作ってくださっているんです。はい、なのであの、ね、今日これから、ね、このライブ聞いてくださってお申し込みくださっている方も美香さんが作ってくださっているので、はい、はい、ぜひあのお届けの方を楽しみにしていてください。すごい今っていう声とかも上がっています。で本当に美香さんにはあのねすごいもう何回も試作してもらいましたよね。フレグランスポットで10回くらいやったんじゃないかっていうくらいもう何度も何度もやっていただいてすごい素敵なねポットが届いたのであのぜひねあの皆さんあの楽しみにしていただきたいなと思うのとあと本当プラットピノさんの作品は先ほども日常の中の暮らしが豊かになるようなっていうお話美香さんがしてくださったんですがあの今私あの牡蠣とかお見せしたんですけれどもすごいねグラスとかも本当に使いやすくってあの口当たりもとってもよくて飲みやすいんですね。であのオンラインショップねプラットピノさんのあるのでそちらで作品あのご注文ねいただけますよね。はいありがとうございます、はいはいそしてあの今ねもうすぐ皆さんあのひな祭りじゃないですか3月3日で美香さんの後ろにちょっと気になるものが見えるの分かりますかあのはい実は、はい、大きくねあのプラットピノさんガラスの、ね、おひな様っていう作品を作られていてあの本当このねあのこの鏡餅もすごく素敵だったんですけどこのおひな様もすごい素敵で中に金箔入ってるんですか。そうですね金の色入っていて、うんうん、あと、はい、このまた上に透明を着せてるんですけれど、はいはい、もうシンプルな形でどんなインテリアにも合うようにします、うんうんうん、はい、はい、でこちらがサイズが3つあるんですよね、はい、S、はい、M、L とサイズが3つあって、はい、M サイズ、ね、あ、M サイズ、はい、うん、なんか私も M サイズがすごい飾りやすいかなって思って、そうですね、後ろも M サイズですか。後ろはね、L なんです。あ、後ろは L なんだ。 L なんです。これぐらい、ちょっと待って、あ、ちょっと比べると、あ、結構、あ、結構違うね、うん、はい、重さが出てる、はい、うん、でなんとこれが、予約販売の作品なんですけど明日2月18日までプラットピノさんのオンラインショップでオーダー受けていて、はい、であの3月に、ね、ひな祭りに届くように、はい、お届けをできるようになっているので、はい、あとね、あのライブが終わったらあのプラットピノさんのホームページもあの概要欄に貼っておきますのでぜひ、ね、皆さん見ていただけたらと思います。ね、じゃあ今日は美香さんあの定期便のお話もあと作品もちょっと見せていただいてありがとうございました。はい、じゃあ4月から、はい、あのお届けの方どうぞ楽しみにしていってください。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございます。また。はい。
というわけで今日は、プラットピノの、松野美香さんに、ご参加いただいて、ちょっとライブ配信をさせていただきました。でね、本当にもう3回過去に申し込んでくださって、来期もこちらの、ね、コースを、ね、申し込みくださっていて、本当にもうね、なんかシエスタをお友達としてもすごく大好きな方なんですけど、シエスタもとっても愛用してくださって、なんか今日ドキドキしながらお話をお聞きしたんですが、皆さんのね、美香さんもやっぱお子さんが肌が弱いことがきっかけでシエスタのアイテムを使ってくださったりもしているので、なんかこれからね、あともう10日ちょっとで申し込みが終わるんですが、迷ってらっしゃる方がいらっしゃったら、ぜひ参考にしていただけたらと思います。で、あと今週は、どこかでもう一回それぞれ商品をお届けするだけじゃなくて、特典もね、お届けをするので、そちらのね、特典のことをもう一回ご紹介をしたいなというふうに思っています。そして、ちょっとお店からご案内なんですが、お店の方を先週まで手紙社さんのね、イベントの方させていただいて、たくさんご来店いただいてありがとうございます。で、今日からはまた新しい展示と、あとシエスタがここに移転して7年になるので、7周年の、ちょっとイベントの感謝イベントをさせていただいています。で、まず、企画展がリトアニアからね、もう今回で8回目のご紹介になるんですけど、ムクというリトアニアのお洋服のブランドのオーダー会と、あと今日ね、私もこれ着てるのもそうなんですけど、過去のアーカイブの中からすぐお渡しができるお洋服の方をご用意しています。このね、ちょっとね、洋服めっちゃ可愛くて、今年の冬の私お気に入りの1枚でよく本当に着ていました。生地がね、生地からも作っているブランドなので、本当にすごく素敵なお洋服が届いています。で、夏のお洋服の方は6月ぐらいにお渡しできるように、オーダーで、リトアニアでお作りをする形になります。ちょっとね、ちらっと見せると店内が今こんな感じで、お洋服とあとリトアニアのクラフトもちょろりと並んでおります。で、こちらの方は、金曜日ですね、ちゃんとご紹介をしたいなと思っています。そして、皆様に支えていただきまして、シエスタラボもここに、移ってきて、7年が経ちました。で、感謝の気持ちを込めて、ご用意をしたのが、よいしょ、じゃーん、懐かしのガラガラ、こちらの方を、3000円以上お買い求めくださった方に1回ガラガラガラってできるように、3月の1日までご用意をさせていただいています。で、ハズレなしの、この福引きになっていて、1等は、こちらのルームフレグランスと定番石鹸と限定石鹸、それぞれこれはね、もうその場でお好きな、ね、もの、お店に並んでいるものからセレクトをしていただいて、で、それでプレゼントをさせていただこうかなと思っております。で、こんなことも、2月はね、やって、まだまだ後半やっておりますので、ぜひお店の方にも、遊びにいらしてください。で、最後、今日お話しした定期便なんですが、ちょっとこちらの定期便のお申し込みは、オンラインショップの方からのお申し込みになります。で、今オンラインショップの、一番上のところに、バナーが貼ってありますので、こちらからお申し込みいただいて、で、もしなんかやり方とか操作方法がわからないっていう方とかは、お店にいらしてくださったら、スタッフが一緒にお申し込みの操作もできますので、気軽にお声掛けください。はい。では、そうしましたら、今日はちょっとね、いつもより美香さんもいらしてくださって、楽しくおしゃべりしちゃったので、ちょっといつもより長めのライブになったんですが、今日も聞いていただきまして、ありがとうございます。ね、北海道はね、昨日すごい大雪だったりとか、ちょっとね、地震があったりとか、なんとなく不安な気持ちにもなりつつもあるんですが、シエスさんいらしてくださって、で、なんかちょっとこうホッとするひとときをお届けできるように私たちスタッフもお待ちしておりますので、どうぞお気をつけてお立ち寄りください。今日は皆さん聞いていただいてありがとうございます。いい一日を。